皆さんこんにちは、ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の10月の11日日曜日ですね。時間が午後2時7分ということで、まあ予定通り、放送開始できましたのでよろしくお願いします。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように週刊レポート、もしも日本と世界の支配層がという、1から4の詩をまとめたやつですね。から2つ目が今のドイツと日本の違いはということで、1960年代にドイツはナチスの戦争犯罪を法廷で、裁いたと。で、日本は一切、昭和天皇が象徴天皇として、最大最高の戦争犯罪人が日本の国民統合の象徴として、存在しちゃったと。そして1960年代、岸信介が現在まで続く米国による日本支配の法的根拠である日米安保条約というのを、国民の大反対を機動隊と全国から動員した、右翼暴力団を使って武力制圧して、国会で強行採決で批准しちゃったと。で、表向きはその責任を取って、総理を辞職するという表向きの形でですね、結局、安保反対運動っていうのは、反対闘争っていうのはあれほど、盛り上がったんですけど、結局それで、岸を退陣させたという勝利、幻の偽の勝利で、収束しちゃったんですね。そしてその後を襲った池田勇人という、自民党の財務官僚が首相になって、で彼が打ち出したのが、政治ではなくてこれからは経済成長だと、所得を倍増するんだと、で東京オリンピックがあるんだということで、国民をですね、いわゆるエコノミックアニマルに、化けさせたということで、成功しちゃったんですね。ですから戦前の昭和天皇を先頭とするアジア太平洋侵略戦争、5000万人のアジア太平洋の諸国民を殺したというヒトラーと同じぐらいの戦争犯罪人がなぜかJHQ、アメリカ支配層の、日本、植民地支配のシンボルとして彼を使うと。ですから戦争犯罪は一切免責免罪され、逆に平和の象徴として、国民統合の象徴としての、平和天皇裕仁という完全なイメージチェンジに成功してですね、現在でも国民の 90% 以上が天皇制を支持しているというバカな状態が続いちゃってるんですね。ですから1960年代、西ドイツですね、当時まだ東西に分裂してた西ドイツは、ナチスの戦争犯罪を徹底的に暴くきっかけとして、裁判に、19名かな20名か元ナチスの親衛隊の戦争犯罪人を逮捕し、起訴し、して裁判にかけると。その裁判が1963年に始まって20ヶ月続いたんですね。でその中で、おぞましいナチス戦争犯罪人による、戦争犯罪の実態が暴露され、それが詳細にわたって、マスコミによって、ドイツ国民に知らされると。でその当時のドイツ国民というのはアウシュビッツのことも知らないと。ヒトラーが死んだからもういいじゃないかと、わざわざ暗い過去を暴くことないよという、世論を、その裁判がきっかけでですね、徹底的なナチス犯罪の追放運動まで広がっちゃったんですね。で日本は逆に、先進国の仲間入りをするんだということを、1964年の東京オリンピックを、そして池田勇人の所得倍増、高度成長と
という中で、全国民が政治ではなくて経済だよと、政治とか宗教は専門家に任せてればいいんだよと、我々庶民は金儲けに邁進すればいい生活ができ、日本も先進国の仲間にするんだと、こういうふうになっちゃったんですね。でその違いをブログ放送の中でメインテーマとして取り上げて、その翌日ですね、基本的にはメインテーマの内容をそれだけ切り取ってですね、過失訂正して、ブログ記事として翌日ブログの方にアップしますので、それを週刊レポートという1週間のまとめの中で、大事なものを、ピックアップすると、だいたい3つか4つピックアップするというのが日曜日週刊レポートですね。で今日は4つピックアップしたんですね。で4つ目が日本の司法は完全に腐っておるとこういうことですね。3つ目は安倍晋三の正体を全世界にということで、今週水曜日から毎週水曜日午後6時から6時30分40分まで、フランス語放送を開始するということで、第1回目はこの安倍晋三の正体を全世界に、配信して、1日も早く政権の座から追い落として、彼のファシスト仲間と一緒に、刑務所に送ろうというのがテーマでしたね。4つ目が日本の司法は完全に腐っておるということで、これは2番目の今のドイツと日本の違いと共通するんですね。で、昨日土曜日お休みだったんで東京まで行ってですね、この顔のないヒトラーたちというドイツ映画を見に行ったんですね。それで有楽町の駅前にあるビルの4階かなにあるシネマ、トラスト、何でしたっけ、トラストシネマ有楽町かな、そこで、1時10分からのやつ行ったんですけど、もう満席で、次に5時10分ということで、小さいシネマなんですね、150から200ぐらいしか入らないじゃないですか。そこが1時10分から満席して、5時10分からも満席ということで、地味ですけどじわじわとですね、見る人が増えているという感じでしたね。ですからぜひ、いつまでやるか分かんないんですけど、この映画ですね、ご覧いただきたいということですね。ということです。それで昨日休みだったんで、金曜日の放送の後ですね、コメント欄にアップしていただいたものをいくつか読まさせていただくんですけど、アイボニエさん、不正選挙、市民の感覚が、覚醒が必要ですと、必須です。選挙後、投票者が投票報告を候補者選挙事務所にして、身分証明書付き、候補者がそれを集計してその数値と獲得票をチェックするというのはどうでしょうかと、最高裁判事や長官の選任を透明化するため首相は指名理由を説明すべきと、から最高裁長官の内閣の指名は憲法第6条ですよね、三権分立に反すると反しますよね。最高裁長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命すると、安倍首相に指名された寺田逸郎氏は親子3代で、最高裁長官と、親子2代じゃないですか、ね、から K さん、米国が ISIL に武器供与をオバマは知っていると、当然知ってるでしょうね。から K さん、オールジャパン平和と共生総決起集会ということで、これは木曜日ですか、憲政会館で750名ぐらい集まって大盛況ですね。からシカゴさん、日本では憲法クーデター、韓国でも歴史クーデターの以上は戦争と、
軍事クーデターの娘が歴史クーデター、歴史韓国史教科書を固定化しに市民反発ということで、韓国のパククネさんとから安倍晋三はどん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 似てきてですね、独裁者の正体をあらわにしたと。それもパククネの場合は自分のお父さんですね、パクヒョンヒ、軍事クーデターで政権を握って、それで側近に射殺されて暗殺されたと。そのトラウマを背負っちゃったんですね、その娘は。そして安倍晋三は親父じゃなくて尊敬する祖父岸信介の背後来にがんじがらめされてて、岸信介ができなかった。憲法9条を改正して自衛隊を海外で自由に戦争させること、これが岸信介がやろうとしてできなかったことを、その孫がですね、俺がやったよおじいちゃんと褒めてくれというマザーコンプレックスからおじいちゃんコンプレックスに固まった人間なんですね。ですから韓国のパククネと日本の安倍晋三というのはますます似てくると。独裁者の正体を背後霊に呪縛された独裁者の正体を暴露しているということですね。からオールジャパン決起集会、それから石井さん、東京地方裁判所民事第2部の増田実裁判長は最高裁での勤務が多く、また判決交流で3年強も検察官を経験しており、エリート裁判官との印象を強く持っていますと。これは例の戦争犯罪を2件の違憲訴訟を東京地裁のこの増田実裁判長の東京地裁民事第2部がですね、門前払いして、却下しちゃったと。何の弁論も開かずで、要するに訴えが抽象的に、この法律、この法案が憲法に違反しているという抽象的な判断を要求しているというのは審理の対象にならないというバカみたいなですね、何の意味もないへりくつを述べて一方的に却下しちゃったと。それが増田逸郎というんですね。で、彼は3年間判決交流で検事をやってますね。いや、こんな異常ですよね。判事が検事をやると、検事が判事をするって一体何なんだと。三権分立どこじゃないですよね。で、石井さん、大きな地位を目指していると思われた。要するに最高裁事務総局のエリート官僚を目指してるんでしょ、彼は。ですからこういう判決をして、事務総局のお目にかなうという裁判官ですよね。とんでもない裁判官が日本にはうようよしていると。で、この結果っていうのは一体何なのかというと、60年代に、日本国民自身が戦争犯罪を総括し、戦争犯罪人、昭和天皇をトップとする戦争犯罪人すべてを裁判にかけて、罰しなかった、そのままこのような戦前のいわゆる特攻裁判官みたいなのが残っちゃってますね。それが出世コースになっているという絶望的な状況が今現れているということでしょうね。白トグさんですね、コンティニコインですね、パチパチパチ、ありがとうね。石森さん、お茶配信ありがとうございます。から白トグさんがお茶が一杯、から石森さんお茶もう一杯ですね、ありがとうございます。で、砂月さん、学歴よりも能力重視、製造業発展が日本の基礎科学の底力を育むと。これはハンギョレ新聞ですね。そうですね、21人もいわゆる自然科学の領域で、ノーベル科学賞をもらった人が日本にはいるけど、韓国にはいないのは一体何かという問題意識から
要するに学歴より能力重視、製造業発展が日本の基礎科学を育むと。ということをハンギョレ新聞が書いてますね。それは当たってると思いますけど、ただ現在、ノーベル賞科学部門で、もらった人たちの実際の業績っていうのは1920、30年前の業績が今評価されてるんですから、ここ10年、いわゆる、御用学者が増えちゃった、日本の科学分野、あるいは人文、社会人文科学分野、両方において、ノーベル賞に値する研究を、成果を上げてる人っていうのは、壊滅的なんじゃないですかね。だから今、日本は喜んでても、ここ10年、あと10年後に評価される、業績っていうのは、ほとんど出てこないと。で、その典型が、まあ、スタップ細胞ですよね。ああいう、要するに、捏造して、でも、世界的な名声とお金を もらいたいという科学者が登場しちゃってるというのは、単に 例外ではなくて、日本の科学界全体を覆ってんじゃないかと。それで、それに対して鋭い警鐘を鳴らしてるのが、松川さんなんですね。あれ。ノーベル化学賞を2008年かなもらったこの松川さん、この方ですよね。この方が科学者は戦争で何をしたかという本をお出しになっています。俊秀さん、これもあれですね、おいおい、推薦図書の中で紹介していきたいということですね。シカゴさん、世襲制の最高裁長官、父親第10代最高裁長官を務めた寺田二郎と、そういうことですね。シカゴさん、世界人口の 0.2% 以下のユダヤ人がノーベル賞の2割占有と、ノーベル賞ユダヤ人受賞者と。まあ、そうですね。要するにノーベル賞というのはロシアで国際金融マフィアが、支配、実質支配、管理しているということですので、ユダヤ人に優先的に、ノーベル賞をあげるということでしょう。石井さん、10月8日のオールジャパン平和と共生決起大会では、長州田臥による軍事クーデター説を指摘するゲストもいましたね。ああ、そうなんだ。だんだんあれですね、一般化してきましたね。田臥マフィアによる日本国民を現在まで、明治維新から現在まで続く田臥マフィアによる、日本国民を支配、搾取する基本構造、でっち上げ天皇制と田臥システムと。これですよ。これからの肝はですね、一人一人1000万人の日本国民はこのことに気づき、このことを勉強しないといけないですね。キル、ひとしさん、お茶ですね。ありがとうございます。シカゴさん、顔のないヒトラーたちですね。ヒューマントラストだ。ヒューマントラストシネマ有楽町です。さあちゃん、裁判官も世襲ですかと。もう世襲は伝統芸能の世界だけにしてほしいと。いや、伝統芸能もいらないんじゃないですか。歌舞伎なんかもう世襲の典型ですよね。その名門の家に生まれた、男の子ですよ。女性はダメなんですね、歌舞伎は。それでもう3歳とか4歳からデビューして一生日の当たる歌舞伎の世界の主役をなると。で、その背後には何百人といういわゆる名門じゃない、世襲じゃない人たちが脇役で使えるという、まさに封建そのものですよね。だから伝統芸能の世界だけにしてほしいんじゃなくて、そんなものはやめろと。
ハンギョレ新聞じゃないですけど、学歴主義じゃなくて能力主義にしなさいよ。そうしないと、まあ歌舞伎の今後もう非常に暗いでしょうね。安倍政権は極右、ルペン父娘、国民戦線とね、ああそうですね。だからルペンの国民戦線、フロンナショナル、フランス、それとパククネ、韓国と日本の安倍晋三、ルペンの娘はルペンの父親、なんか大塚家具みたいな感じで、争ってんですよね。それで父親が暴走すると娘が除名処分にするとか言って、まあお粗末ですね。フランスでなんでこんなフロンナショナルが登場し、それで大統領選挙で、結構次回の大統領選挙ではひょっとしたら大統領になるんじゃないかと言われるほど人気があるって一体何なんだろうと思いますね。さあちゃん、コンチニコインですね。こんにちは、今日もよろしくお願いしますってことですね。こちらこそ、ミーニャさん、コンチニコインですね。エレファントムさん、コンチニコインと。から、シカゴさん、放送中ですね。今日のメイン革命、今日の週刊レポートのメインテーマですね。スナズキンさん、拍手ですね。からエレファントムさん、コンティニュー。からスナズキンさん、お茶ですね。ありがとう。ミーニャさん、コンティニューコインですね。スナズキンさん、お茶あ2杯ですね。あ、コンティニューコイン1枚ですね。から石井さんが、山崎康彦週刊レポート始まりましたということですね。ということで、これから内容ですね、お話しすると。上草さんにすれば、おぼかつさん問題は安倍政権の女性が改革問題というのは、まあ、でっち上げられたものと。バレなければ、今頃おぼかたさんはがノーベル賞を受賞してたという、それは可能性ありますよね。さあちゃんさん、私も気になっていました。その本、科学者は戦争でですね、これですね。でもこの松川さんってすごいですよね。いわゆる自然科学者でノーベル賞をもらう人っていうのは、その分野で、まあ、世界トップレベルなんですけど、他のことは一切わかんないと。特に人文系、歴史とか、あるいは哲学とか、経済とか、とうとう、木松さん、横須賀です。元検事の判事って、山県判事というのでしょうか。山県判事っていうのは、検事でずっとやって、退職したら、そうか、山県っていうのは、退職したら弁護士になると。こういうんですけど、元検事の判事って何なんでしょうと。で、これは日本の裁判官なんですよ。ほとんどエリート検事、エリート裁判官っていうのは、検事を3年ぐらいやるんですよね。それで検事と仲良くなって、裁判の判決では検事の言うことしか聞かないと。弁護士の言うこと、あるいは容疑者、被告の言うことは聞かないと。こういうことですよね。だから元検事の判事って言ってるのは日本の判事なんですよ。山県判事って何なんだろうね。独特ですよね。ありえないですよ、こんな制度が今でも続いてると。ノーベル経済賞はノーベル賞ではないと。経済賞ユダヤ系26人受賞の以上と。これノーベル経済賞っていうのはスウェーデンの銀行があれなんですよね。金出してやってるからこうなるんですよ。だからノーベル賞っていうのは、いわゆる自然科学に関しては、スウェーデンの、ノーベルアカデミーが選考をやりますけど、経済賞はそこじゃないんですよね。銀行なんですよ。スウェーデンの銀行。ですから、ロスチャイルドが直接もう管理しちゃって選んでると。だからこういうふうにユダヤ系26人が受かっちゃうんですね。フリードマンだってもうとんでもないやつが受かっちゃったんですね。新自由主義で、
いわゆる政府は小さくていいと、市場に介入するなと、で規制をすべて取っ払えと、それですべて、個人責任だと、で市場の原理に任せれば予定調和的に、経済はうまく回るんだという、全くのデタラメなんですよ。これシカゴ大学、シカゴ大学っていうのはロックフェラーが作った大学ですけど、この新自由主義の牙城なんですよね。それの親玉が経済ノーベル経済賞をもらったというのは完全にやらせですね。サイダニアさん、お茶ですね。エレファントンさん、なるほど。そして、ノーベル平和賞っていうのはなぜかノルウェーなんですよね。だから北欧三国で、スウェーデンだけが独占するとやばいということで、平和賞をノルウェーの方に譲ったんじゃないですか。それで平和賞もひどいですよね。オバマが大統領になった翌年ぐらいに、平和賞をもらっちゃったと。それからキッシンジャーがもらってるんですよね。あと佐藤栄作がもらってる。デタラメもひどいもんですよね。で憲法第9条がもらえるんじゃないかということで、期待されてるんですけど、絶対、受賞しないですよ。国際金融マフィア、ロスチャイルドによって救助っていうのは抹殺すべきもんですから、毎年毎年、期待だけ膨らむけど決して受賞しないというふうに私は見てますね。ノーベル賞ではないんですよね、これはね、経済賞。かぼちゃちゃん、こんにちは。今から出かけるのでかぼちゃだけという、マツコさんですね。これかぼちゃですかね。から、砂月さん、日本と TPP で手打ちしたからも、やけに日本のノーベル賞乱発がと思いますかって。まあ、これは、あれですよね。自然科学ですから、例えば、大村さんでしたっけ？山梨県、韮崎市出身の、いわゆる農家に生まれて、本来だったら大学なんか行けないんですけど、苦学して山梨大学、それから東京理科大学、そして、土壌の細菌をの中からですね、アフリカで猛威を振るってる失明の危険性のある癌病の治療薬を開発したということで、毎年3億人ぐらいが失明の危機から、大村さんが開発したお薬で、救われてると。これはやはりノーベル賞当然だと思いますよね。シカゴさん、カキリンクが貼れません。アルフレッド・ノーベル記念経済学、スウェーデン国立銀行賞か。あ、そうなんだ。スウェーデンの民間じゃなくて国立なんですね。だから国立銀行っていうのはまさにロシアで国際金融マフィアが実質支配管理してますんで、そこが自分たちの仲間、あるいは世界の金融支配をさらに推し進めるための経済的な経済学の理論を出す経済学者にご褒美を与えるということでしょうね。本来ならプーチンが妥当な平和賞という、砂月さん、まあでもプーチンというのは独裁者ですからね、平和賞には当たんないでしょうね。まあオバマがもらったんだからプーチンももらっていいんじゃないというレベルでは、確かに平和賞をもらう資格はあるんじゃないですかね。砂月さん、外出ですね。わかりました。ということで今日のもう30分近くなりましたね。コンチニコインですね。あ、土山さんですね。ありがとうございます。毎日毎日コンチニコイン2枚とお茶、5杯ですかね。プーチンとメルケルさん、すべてリーダーと感じますと。どっかの首相とくらいはもう本当申し訳ないですね、サーちゃんさん。おそらくメルケルさんじゃないですかね。
あ、そうか、違うんだ。もう平和賞で、発表されたんですね。チュニジアのなんか、反政府運動を、に影響を与えた4つのなんか民間団体ってことで、メルケルさんは外れましたね。経済学賞は銀行創設300年を記念してスウェーデンの銀行が勝手に後からノーベル賞の件は、ああ、そうなんだ。ノーベル賞という、ノーベル経済学賞という名前を、撤回させればいいんですよね。だからスウェーデン国立銀行賞とかね。ノーベル経済賞って言うからみんな誤解しちゃうんですよ。あ、土山さんですね。お茶が5杯ですね。ありがとうございます。さあちゃんさんですね。コンティニューコインということで。今日のメインテーマ4つですけど、それを始めたいということで、最初ですね、もしも日本と世界の支配層が歴史をねじ曲げていなければ、我々の住む世界は全く別の世界になっていただろうということですね。ですから、これはいわゆる、もしも歴史上でこうなってたらこうなったんだろうという、まあ一般的に言われている、こととは違ってですね、いわゆる世界支配層、日本と世界を支配するいわゆる金融支配、政治支配、軍事支配、そして宗教支配を同時に、駆使して、日本と世界を支配する支配層が意図的に歴史をねじ曲げたと。そこなんですね。で、もしもねじ曲げてなければこういう世界になっただろうということは、やはりちゃんと、我々理解しなくちゃいけないということで、テーマ、サブテーマとして明治維新ですね、から昭和天皇から岸信介、それからウォーレス副大統領という地味ですけど、ルーズベルト大統領のセカンドとして副大統領をもう何年もやってた人なんですね。で、ケネディ大統領から信用創造特権、それから最高裁長官というサブタイトルですね。で、これは1から4ですから、5、6、7とこれからもずっと継続してですね、このタイトルの詩の形で、発表してるんですよね。明治維新ですね。もしも明治維新が英国とロスチャイド国際金融マフィアの金融軍事支援で長州、薩摩、土佐などの下級武士と非差別部落民、これは朝鮮が主体ですね、朝鮮人、朝鮮の部落民だけじゃなくて、いわゆる非差別部落民が騎兵隊なんかに結集してるんですよね、による軍事クーデターだったと。で、もしもこの軍事クーデターではなくて、孝明天皇と明治天皇が、睦仁親王ですね、が暗殺されずに、孝明天皇が推し進めてた公武合体による平和革命路線、これが実現してたら、日本は穏健な立憲君主国となっていただろうということなんですね。で、孝明天皇っていうのは、徳川慶喜、との間で、それ以前から、いわゆる自分の妹を、普通だったら侍の妻に、するというのは、送り込むというのは絶対しないんですよね、格が違うから。でも明治、孝明天皇は公武合体ということで、将来的にはいわゆる天皇家と、それから江戸幕府が平和裏に合体して、穏健な立憲君主国を目指してたんですね。で、そのために和宮という妹を徳川の家持ちに嫁がせたんですね。これはもう普通だったらありえないんですけど、もう公武合体を目指す孝明天皇としては、それを大きな武器にすると。
ということなんですね。で、その家持も死んじゃうんですね、比較的若く。そしてその息子家定、これが二十歳でですね、朝鮮征伐の途中で、大阪城に逗留してた、滞在してた時に二十歳で死んじゃうんですね。おそらく殺されたんですね。要するに後部合体派の、本来だったら彼が将軍になって、孔明天皇と一緒に、徳川の家定が二人のトップが後部合体で、穏健な立憲君主国を目指すということを妨害する勢力がいたんですよね。で、それはこの明治維新を軍事クーデターで、転覆した田臥、マフィアが中心だと。そのトップが二人の天皇、孔明天皇と明治天皇を暗殺して、睦仁親王の代わりに、明治天皇の代わりに、当時の朝鮮部落で落ち武者ですよね、が潜んでた田臥村の出身の大物虎之助という15歳の青年を明治天皇に偽装させたということで、軍事クーデター、軍事クーデターなぜだったかというと、要するに睦仁親王を、明治天皇を殺してですね、それに差し替える場合、平和的な場面では差し替えられないわけですよね。ですから軍事クーデターで1967年、1月末のいわゆる鳥羽伏見の戦いで、薩長軍がですね、宮廷内に乱入したんですね。その大混乱の中で差し替えちゃったと。で、睦仁親王、孔明天皇というのはその1年前の1967年1月30日に天然痘という病名で35歳で亡くなったと言われてますけど、これはもうクーデター派が、特にその中心人物だった伊藤博文、彼は槍の名人ですから、が孔明天皇を暗殺すると。そして、その後明治天皇になった睦仁親王もおそらく1967年、同じ年の7月とか8月とかに殺されたんでしょうね。そしてその段階で、江戸幕府は大政奉還ということで朝廷に政権を返すということをもう決まってたんですよね。で、それを突然覆して1968年の1月に、王政復古の大号令っていうのを出すんですね。これはもう睦仁の後、睦仁を殺して明治天皇に、偽装した大物虎之助の名前で、出されるわけですよ。で、そんなことはもう大政奉還が決まってて、実際にその手続きが始まってるのにもかかわらず、なんで、わざわざ王政復古の大号令ということを出して、で、その後もう武力衝突を意図的に鳥羽伏見で、やったんですね。軍事クーデターしたということで、一つは睦仁親王の代わりに大物虎之助に差し替えるために、軍事的クーデターでしか差し替えられないということと、それから徹底的に、平和革命路線、後部合体の平和革命路線を否定して、クーデター派がクーデターによって完全に幕府政権を殲滅させると
いうことで殲滅した後、自分たちが全てを支配するという路線がまさに軍事クーデター路線だったんですね。ですからこのことが、ま、もしもなければ日本は穏健な立憲君主国でなっていた可能性が高いということですよね。さあちゃんさん、南京大虐殺が世界遺産になることに日本政府反対をユネスコに拒否しないとも言ってるとか、加害の歴史直視しないと戦争責任は総括できませんという、まさにそうですよね。だから本当バカだよね。あの安倍晋三とそのファシスト仲間っていうのはもう恥も皆分、恥も何もないと、恥知らずと。だから自分のいわゆる恥を何のてらいもなく全世界に、暴露していると、そのことがおかしいとかやめた方がいいとかというふうに言う人間は誰もいないと。そういう人間はもう早くから政権中枢から排除されたということでしょう。だから行き着く先っていうのはもう長くないんですよ、あいつは。シカゴさん、ノーベル財団の公式サイトではノーベル物理学賞、ノーベル化学賞と紹介する一方で、最後の部分は経済学賞とのみ表記。報道関係官では微妙なニュアンスは無視され、ノーベル経済学賞という表現が定着ということで。だから我々はあれですよね、ノーベル経済学賞とノーベル平和賞はノーベル賞ではないと。もともとノーベルの基本理念を継承してないと。要するにノーベルっていうのは、この本にも増川さん書いてますけど、科学者には2種類あるって言うんですね。自分の研究成果が人類の役に立つことは当然ながら、同時にその研究成果が人類を破滅させるという危険性をちゃんと認識しているかどうかによって2種類あると。で、認識してる、自然科学者。で、ノーベルもそうだと。自分が開発した、いわゆる、ダイナマイトは、いわゆる瓦礫をですね、一瞬にして、粉砕するほどの威力があって、それが、まあ、公共事業、ダム工事等々に威力を発揮して、人類に貢献するということだったんですけど、同時に、戦争ですよ。第一次世界大戦で、使われたんですね、ノーベルの、ダイナマイトが。で、大量の死者が同時に出ちゃうと、1000人単位で出ちゃうということで、第一次世界大戦で殺された民間人、兵士含めて民間人には3700万人と言われてるんですね。で、それまでの戦争とは桁違いなんですね。なぜかというと、ノーベルが開発した、発明したダイナマイトが、戦争で大量殺戮兵器として使われた。あるいは、チクロン B とかですね、とうとうの、いわゆる毒ガス。これを開発したのが、ドイツ人のユダヤ人なんですね。誰だっけ。名前忘れちゃったの。昨日読んでて出てきたんですけどね。後で出てくると思いますんで。あ、ハーバーだ。フリッツ・ハーバー。ドイツ科学者。こいつですよ。こいつが毒ガスを開発したんですね。塩素ガス。チクロン B。で、彼は一生涯、自分の発明した
毒ガスが戦争に使われるということに対して、一切反省もしないと、謝罪もしないと。で、ノーベルはそのことを非常に悔いてですね、それでノーベル財団ということで、人類に貢献する発明者に対して、科学者に対して、賞を与えるということなんですね。2種類というのはそういうことなんです。明治天皇すり替え、明治維新は長州少数民族を支援して植民地政策、田伏システム、強権権に乗っ取られた日本と、鬼塚さんですね。ということで、何の話でしたっけ？あ、そっか。明治維新。もしもですね。で、もしも明治維新で孝明天皇と明治天皇が暗殺されず、公武合体の平和革命路線が実現して、日本が穏健な立憲君主国になっていたならば、大日本帝国憲法で天皇に神権を与えて、生き神にして全国民を天皇教で洗脳することはなかっただろうということですね。ですから、伊藤博文だけがですね、軍事クーデター派の中で、生き延びたんですね。他は暗殺されたと、あるいは病気で死んじゃったということで、なぜか伊藤博文だけなんですよ。で、彼が大日本帝国憲法を作ると。で、その中に、いわゆる国の、支配権、統治権、天皇にですね、から軍の統帥権、それから議会の解散権、議会への法律の起案権、提出権を与えたばかりでなくて、天皇を神格化しちゃったんですね。日本帝国は万世一系の天皇によって統治されるというふうに第一条で書いてあったんですね。それで天皇は新政府、不可侵であると、決して侮ってはいけないと、軽蔑してはいけないと、あるいは事の葉に登るのもいいことでも悪いことでもできないよと。神なんだというふうに神様にしちゃったんですね。で、これはなぜかというと、最大の理由は、自分が主体となって、天皇を二人も殺しちゃったと。そして、明治天皇を差し替えちゃったという、普通だったら到底、想像できないような大罪をですね、犯してると。で、その大犯罪を決して暴露されないと、国民のに、知られない、知らさせないというために、最大の手段として天皇自体を神聖化しちゃえばいいわけですね。天皇に関していいことでも悪いことでも一般国民が口にすることすらも禁止すると、重罪にすると。いう恐怖政治、そしてカルト宗教の洗脳で、小さい子供からですね、お年寄りまで、すべて、天皇教に洗脳したんですね。で、それが成功して、大正天皇、大正天皇は病気がちで短命だったんですけど、その次の摂政として二十歳からですね、天皇の実権を発揮した昭和天皇。で、彼がまさに生き神様として、アジア太平洋侵略戦争を自ら企画し、実行し、国民を総動員して、310万人の日本国民を殺したと。そしてアジア太平洋諸国の国民を5000万人殺したという大罪を犯したと。その原因っていうのは結局これなんですよね。明治維新のいわゆるとんでもない、天皇2人を殺しちゃって、それで、明治天皇を差し替えちゃったという、絶対国民に知らすことはできないと。国民がこの大犯罪を知ることは一切厳禁するというために、大日本帝国憲法をでっち上げて、
ものすごい時間かけてですね、1890年ですからね。だから明治維新が1867年とすると23年後にこの大日本帝国憲法を発布したんですけど、公布したんですけど、その大目的の最大のものはこの大犯罪を国民に知らせないというために天皇を生き神にしちゃったんですね。でそれが元で、全ての国民が洗脳され、天皇陛下のために命を捧げますというふうに洗脳されて、若い兵士なんかが特攻隊として、駒として使われたということですよね。シカゴさん、ノーベル賞の背後にあるロシアド人脈、受賞者を見ると人類のために貢献よりはロシアド一族のために貢献した人々に授けられると、まさにそういうことですよね。だからこのインチキ、ノーベル賞のインチキを、みんな知るべきなんですよ。1000万人の、あるいは全世界の、まあ全世界70億人いると思うんですけど、その 1%、7億人、10%、7億人はこういうロシアイド国際金融マフィアがあらゆる手段を使って、偽装の企みをしていると、その一つで、ノーベル賞があるんだということを知るべきなんですよね。あ、もう51分ですか。昭和天皇、もしも天皇が生き神にならず全国民が天皇教に洗脳されていなければ、昭和天皇がアジア太平洋侵略戦争を開始して日本国民310万人を含め5000万人のアジア太平洋諸国民を殺すことはなかっただろうと。もしもアジア太平洋侵略戦争を開始して日本国民310万人を含め5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した昭和天皇が最高最悪の戦争犯罪人として GHQ に逮捕起訴され処刑されていたならば、戦後の象徴天皇制はなかっただろうと。これはもうドイツと同じですよね。ドイツはまあヒットラーが自殺したんですけど、ヒットラーの側近たちは裁かれてるんですよね。そして、この映画のように国民自身がいわゆるニューレンベルグの戦争犯罪法廷で、永久戦犯全部で200人ぐらいですかね、裁いたのとは別にドイツ国民自らが戦後63年からの裁判で裁いたと。これが決定的に違うんですよね。日本は裁かないで、逆に、ずっと永久戦犯及び国民弾圧の特攻官僚等々が国会議員になって、その孫が首相になっていると。この違いですよ。もしも昭和天皇が最高最悪の戦争犯罪人として GHQ に逮捕起訴され処刑されていたならば、永久戦犯岸信介もまた戦争犯罪人として処刑されていただろうということで、だから安倍晋三はいなかったんですよ。昭和天皇が処刑されてたら岸信介も処刑されると。それで多くの特攻官僚戦争犯罪人が処刑されると。それから戦争協力者としての経済人、あるいは大手マスコミ、あるいは学者、あるいは民間右翼等々が処刑されたということで、戦後の日本は全く違ってただろうということですね。岸信介、もしも永久戦犯岸信介が戦争犯罪人として処刑されていたならば、アジア太平洋侵略戦争を主導した戦争犯罪人や国民弾圧を主導した特攻警察官や特攻裁判官や天皇教で全国民の洗脳を主導した国家神道宗教者や大本営発表で国民を侵略戦争に動員した大手マスコミや侵略戦争を経済金融面で主導した経済人や世論誘導した学者などが1950年代に自民党に再結集して完全に復権することはなかっただろうと。これがドイツとの違いですね。ドイツは最後の最後で国民が立ち上がって、まあ、検察官、若き検察官と
からアウシュビッツに収容された経験のある検事総長ですね、それとそれからフランクフルトの新聞の記者たちが4、5年、5、6年かかってあらゆる妨害を跳ねのけて、20人を逮捕起訴して、そのうち17名が有罪判決を受けた。これがきっかけになってナチスの戦争犯罪人を徹底的に追及し排除する国民運動というか国民世論が出たんですね。で、日本は未だ持ってないんですね、この差ですね。もしも永久戦犯岸信介が戦争犯罪人として処刑されていたならば、孫の安倍晋三が首相になると。だから孫の安倍晋三は生まれてなかったということでしょうね。まあ生まれてたかもしらんけど、首相にはなることなかったですね、政治家にもね。でもしも永久戦犯岸信介が戦争犯罪人として処刑され安倍晋三が首相になることなければ、特定秘密保護法による国民弾圧も戦争法案、安保法案イコール戦争法案による戦争国家もアベノミクスのように国民生活破壊もなかっただろうと、そういうことなんですよ。ウォーレス副大統領、もしも1944年9月の米民主党副大統領選挙で無名のトルーマン上院議員ではなく圧倒的人気を誇ったリベラル派ウォーレス副大統領が副大統領候補に選ばれていたら、翌年1945年4月のルーズベルト大統領の急死、これもおそらく殺されたんでしょうね、トルーマンを大統領にするためにもう邪魔だと。で、米大統領になったウォーレスがなってれば8月の広島と長崎の原爆投下はなかっただろうと。彼は原爆投下に反対してたんですね。もしも1944年9月の米民主党副大統領選挙で無名のトルーマン上院議員ではなく圧倒的人気を誇ったリベラル派のウォーレス副大統領が副大統領候補に選ばれていたら、そして翌年1945年4月のルーベル大統領の急死を受けて米大統領候補になってウォーレスは米国大統領になってウォーレスは世界第3次世界大戦寸前まで激化させた米ソ対立や核兵器競争はなかっただろうと。だからそうなんです、彼はリベラル派ですから、米ソ対立をとことんまで、極限化する、いわゆる第3次世界大戦寸前まで行ったんですね。そこまで、彼は米ソ対立や核兵器競争は煽んなかったと、しなかったということですね。からケネディ大統領、もしも1963年11月22日、にケネディ大統領がテキサス州ダラスで暗殺されていなかったら、副大統領が大統領に就任したジョンソンによる1965年の北爆開始やその後のベトナム戦争のドローン沼化はなかったろうと。南北ベトナム人を含め820万人、南ベトナム人335万、北ベトナム人478万、米軍ほか7万人ものベトナム戦争戦死者はなかったと。ものすごい数の人間が死んでんですよね、このジョンソンによって。そのでジョンソンがなぜ大統領になったというか、ケネディが暗殺されたかと。で同じようにケネディが暗殺されていなければロシアで国際金融マフィアが 100% 株を所有する純粋な民間銀行である米中央銀行 FRB 米連邦準備制度理事会が国有化してドル紙幣をの発行権を剥奪して全ての通貨を政府が発行するようにしただろうと。すなわちケネディ大統領が暗殺されていなければ世界基軸通貨であるドルの発行権をロスチャイド国際金融マフィアから剥奪することで、ロスチャイド国際金融マフィアによる世界支配に大打撃を与えたと。今ほどのロスチャイド国際金融マフィアによる世界中の金融支配ができなかったと、ケネディ大統領になると。だからものすごく大きいんですよね、彼が殺されたっていうのは。逆にそれほど
彼が大統領でいることに対して、許されない、許さない勢力、世界支配層がいて、白昼公然と処刑したんですね、あれはね。でもしも同じようにケネディ大統領がテキサス州ダラスで暗殺されていなければ、CIA を解体してたかと。で、政府の規模と権限を縮小して政府の管理下に置いていただくと。ですから CIA がもしもこの時に縮小解体されていれば、1973年9月11日911ですね、チリアジェンデ社会主義政権打倒の軍事クーデターをはじめとする70年代の中南米での CIA と極右軍人との結託での軍事クーデターは起こらなかっただろうですね。だから CIA というのはもうオバマもコントロールできないと、国のコントロールから完全に外れちゃってるんですね。だから表向き、国の予算等々を持ってますけど、裏の裏がね、秘密資金というのは膨大な秘密資金を CIA って持ってるんですね。それはどこから来るかというと、一つはアフガニスタンによるいわゆる麻薬の闇生産と闇取引による莫大な利益ですよね。そのためにアフガニスタンに侵略したという大きな理由の一つとして、タリバンが麻薬の生産をですね、ゼロにしたんですね、一時的に。タリバンのイスラム原理主義に反するということで、麻薬撲滅運動を大々的に行って生産がほとんどゼロになったんですけど、現在は世界一の麻薬生産国に復活して、それをコントロールしているのは CIA なんですよ。そうですね、リンカーンもそうですね。だから政府紙幣を発行して、発行する大統領は基本的に殺されると。アメリカでは CIA スパイ岸信介の先祖から安倍晋三に続く売国のタブセシステム、日本の真相、公文書の日本人 CIA スパイだ。岸信介が CIA のスパイだということで公文書に書かれてるんですけど、日本の大手マスコミ、学者、野党の政治家も一切言わないって言ったら何なんですかね。ミルキーさんですね、コンティニコエン。ミルキーさん、コンティニコエン。米国が日本を永久支配するために戦犯を無罪釈放したのかっていう、まさにそういうことですよ。何でしたっけ。もう63分。わ、まだあれなんですね。これはなんだ、まだ1なんですかね。そうですよね。もしもですもんね。1の中のやばいですね、今日は。ケネディ大統領、それから信用創造特権、これも重要ですね。無からお金を生み出す仕組み、準備預金制度という信用創造特権を国会がですね、国会がしっかりして、政府と中央銀行が民間銀行に与えている信用創造特権を認めていなかったら、実体経済の数十倍の規模に膨れ上がり、すべての人、企業、地方自治体、政府を高利で借金付けにする通帳マネーは存在しなかったと。すなわち、世界は現金中心の実体経済中心の循環、景気循環のない、バブル破綻も金融局もない、安定した着実な経済が実現し、豊かな国民生活が実現してたんだと。それと国会がしっかりしてて、政府に赤字国債や建設国債などの国債発行を認めていなければ、今年2015年3月末時点で1053兆円、来年2016年3月末で1167兆円もの巨額な国の借金はなかっただろう。国の借金返済のため、国と地方の税収の 26.9% を毎年メガバンクに利子付きで返済することはなかっただろう。から日銀に、国会がしっかりしてて、日銀に紙幣増刷権を認めていなければ、ロシアで国際金融マフィアが送り込んだ金融テロ工作員、
黒田日銀総裁のアベノミクスの名のもとに3年間で300兆円の紙幣を発行して仲間のメガバンクに供給する異次元の金融緩和は強行できなかったと。すなわち民間銀行と大企業と特権階層がますます濃い太り、一般庶民がますます貧困化することはなかっただと。からもしも国会がですねしっかりしてて民間銀行から信用総特権を剥奪して民間銀行を廃止し日銀に統合して全ての貸し出し業務と融資業務などの金融業務を日銀に一元化していれば個人や企業や地方自治体や政府は安い手数料のみで利子なしで日銀から融資を受けられる国民経済は活況を呈してたと。でもしも国会がしっかりしてて日銀が毎年増産する紙幣の総額をその年に予想される実体経済の総額 GDP 総額を基準にする法律を成立させていれば実体経済は数十倍規模の通帳マネーは生まれずバブルの発生もバブルの破綻も金融恐慌もなかっただろうと。から最後最高裁長官、もしも日本の最高裁長官が日本国憲法第81条に規定された最高裁判所の違憲立法審査権を駆使して行使して歴代自民党が犯してきた数々の憲法違反に対し違憲を表明していたら安倍自公政権による憲法破壊と立憲主義破壊は決して起こらなかったと。もしも最高裁判所長官が憲法第41条、国会は国権の最高機関、権力であり、最高機関であり、国の唯一の立法機関であるの規定に反して、衆議院の解散権は首相の専権事項であって大嘘つき、自分たちに都合の良い時期を選んで、衆議院解散をして総選挙を仕掛け、政権与党のあらゆる権力を使って野党候補を妨害して勝利し、かっこつき勝利していたことに対して、憲法41条違反と意見表明していたら、自民党による独裁政治はなかっただ。もしも寺田最高裁長官が安倍自公政権が起案し国会に提出し強行採決で無理やり成立させた安保法案、戦争法案、戦争法案じゃ成立してないんですよね、これね。本来はね。日本国憲法第73条、内閣の職務の規定の中に内閣による法律の起案と国会の提案は規定されていないとして意見表明していれば、この戦争法案の成立はなかった。ですから法の番人は内閣法制局長官ではなく最高裁長官であり、最高裁だと。日本国憲法第81条に規定された最高裁判所の違憲立法審査権を一切行使せず、自民党政権の憲法違反に沈黙し容認してきた最高裁長官と、最高裁判事を国民は罷免すべきだ。最高裁は解体し、違憲審査専門の憲法裁判所を新たに設置し、裁判官すべてを公選制にすべきなんだというのが、これですね。もしも、日本と世界の支配層が歴史をねじ曲げていなければ我々の住む世界は全く別の世界になっていた。から2番目ですね、米国紙幣を発行している FRB が民間銀行であるイカ様、その紙幣発行権を取り戻した大統領はみんな暗殺すと、そういうことですね。で2番目ブログ、今のドイツと日本の違いは1960年代に戦争犯罪の総括で国民が下か否かにかかっていると。これは10月7日の私のブログで、ブログ記事にまとめたやつですね。で、これはもう、先ほど言いましたように、昨日見てきた映画そのものですよね。ドイツが63年からちゃんとナチス犯罪を摘発して、20名の親衛隊、元親衛隊の人間を逮捕起訴し裁判にかけた。で17名が有罪判決を受けたという。このことによって、ドイツは過去の戦争犯罪と正面から正面から捉えることが始まったんですね。で、日本は何かと、先ほど言いましたように60年安保の戦争犯罪人であり、60年安保という現在まで続くアメリカによる 100% 植民地支配の法的根拠である日米安保条約を無理やり、機動隊と全国動員のヤクザを使って国民の反対を暴力的に制圧して、国会で強行採決した岸信介、安倍晋三の尊敬する祖父
彼がその責任を取って、辞めるということで、急速にですね、反対運動がしぼんじゃったんですね。それで60年の7月に池田勇人っていう自民党の財務官僚が首相になって、彼が取り出したのは政治的なマターをわざと消すんですね。それで国民に、豊かになろうと、先進国の仲間にしようと、オリンピックを成功させようと、所得を倍増しようといういわゆる所得倍増計画を発表し、それに全国民が騙されたということで、昭和天皇の戦争犯罪とか戦争犯罪人の摘発とか侵略戦争の反省とかっていうのは全部吹っ飛んじゃったんですね。で、全国民がエコノミックアニマルに変身しちゃったと。その差が現在ツケで回ってきてるんですね。ということで、過去を総括しない人には必ずその過去が降りかかってくるという、まあ、ハンギョレ新聞で、韓国の教授が言ったことっていうのはまさにそうなんですね。で、もう遅いけど、でも遅きに失したが今からでも遅かないと。我々国民は以下のことを総括してその責任者を処罰すべきなんだと。そしてアジア太平洋諸国の戦争犯罪被害者の人々に謝罪し賠償すべきなんだと。で、何を総括するかって、アジア太平洋侵略戦争の最大最高責任者である昭和天皇の戦争犯罪と、戦後の米国との売国交渉で安保体制を作った昭和天皇の戦後の売国の罪と、岸信介の日米安保条約による米国による植民地日本からの解放を目指す運動をすると、から戦後免責免罪された軍人、特攻官僚、特攻裁判官、財界人、国家新党、マスコミなどが再結集し政権を独占した戦後自民党の憲法破壊を総括する、から安倍晋三司令塔とするタブセマフィアによる日本国民を支配搾取する基本構造、でっち上げ天皇制とタブセシステムの解体、から国会に明治維新真相究明委員会を設置し、タブセマフィアによる日本国民を支配搾取する基本構造、でっち上げ天皇制とタブセシステムの源流である明治維新とその後の天皇制軍事独裁体制の隠された真実を徹底追及するということですね。から3つ目、ブログ記事、安倍晋三の正体を全世界に発信し首相を辞めさせ、橋と仲間と共に刑務所にぶち込めということで、先週の水曜日、週1で始めましたフランス語放送の中で、この今日の詩ですね、安倍晋三とは何かということで、バカであると、気違いであると、サイコパスの反社会的人格破壊者だと、嘘つき情報、常習者、無知の帝王、歴史をねじ曲げる歴史修正主義者、民主主義を否定する極右ファシスト、勝手に憲法解釈で、憲法を骨抜くにする憲法破壊者、ということで、ずらーっと書いてあるんですね。で、それをフランス語に訳して、放送で発表したと。から、英語版も作ったということで、世界に発信するということですね。これは絶対必要なんですね。日本の場合、日本語という、いわゆる、言語的な壁があるんですよね。ですから、一生懸命こう日本語で、我々情報発信しても、たかだか1億2700万人、赤ん坊含めて、のところ以上にはいかないということで、全世界70億人いるという中で、他の言語、英語、フランス語、ドイツ語で一番多いのが中国語ですよね。からヒンズー語、アラビア語、からスペイン語も多いんですね。からポルトガル語、ロシア語等々で、できるだけ重要な情報をその言語に翻訳して、世界に発信するという作業が絶対必要になってくるんですね。ということで、まあ、私が新たな運動として全世界への情報発信拡散運動と、1000万人情報拡散運動とは
は、まあ、日本向けなんですけど、全世界に向けてそういう運動を立ち上げると。で、そのためには、外国語に得意なですね、方、ちょっと手を挙げていただいて、得意な外国語、私はこれ得意ですと、スペイン語得意ですと、イタリア語得意ですと、ドイツ語得意ですと、中国語得意ですと、韓国語得意ですという方は手を挙げていただいて、私がGoogle のですね、自動翻訳機で、自動的に翻訳したものを、ブログに載せますんで、それを添削して私の方に返してもらうと。で、それを全世界に発信すると。だから私だけじゃなくて、その方含めて、その言語に得意な人は、もう、あらゆる手段を持ってですね、世界に情報発信すると。いう運動なんですね。から、四つ目。ブログ、日本の司法は完全に腐っており、解体して新しい司法制度を市民が作り出す司法改革が必要なんだと。これは10日ですね。最新ですね。ですから、司法改革というのはずっと言われてるんですけど、改革と革命は全く違うんですよね。改革っていうのは、いわゆる現支配層が、制度的に、もうその時代に合わないと。延命させるために、司法改革という名のもとの新たな提案をするんですけど、我々の司法改革をはじめとする革命というのは、現在の支配体制を根底から覆して全く新しい理念のもとに作り直すという革命なんですね。ですから今は改革はもうダメで、何度も何度もですね、改革は言われてるんですけど、戦う側も改革っていうふうに言うと、その人間っていうのは、所詮は現在の支配体制を認めて延命させるためのいわゆる工作員でしかないんですね。ですから、それに騙されちゃいけないと。竹下徹がまさに彼の登場っていうのは、改革なんですよ。あるいは小泉純一郎、構造改革、竹中平蔵、構造改革、ということで、それを騙せていけないと、革命が必要なんだということで、我々が目指す司法改革の要点とは、1、憲法訴訟を専門に管理し、審理し、判決を出す憲法裁判所を新たに設けた。これはドイツですね。ドイツの連邦憲法裁判所が違憲判決を出したのが500以上ですよ。日本はゼロですよ。最高裁が違憲状態っていうことは言ってるんですよね。一票の格差。でも違憲と、はっきり違憲と言ったのはゼロですよ、ゼロ。下級審では、伊達判決なんかは憲法違反だと言ってますけど、最高裁自らが憲法違反だと言った判決というのはゼロです。ドイツは500以上と。だから全ての上級裁判官と上級検事と上級警察官を公選制とする。なぜかというと彼らは権力を持っているんですね。だから裁判官の数を現在の3000名から段階的に増やし、最終的には2万人まで拡大すると。ドイツは日本の人口の半分ですけど、2万人いるんですね。2万8000人かな。2万人いるんですよ、裁判官が。日本は1億2700万の人口で、たった3000人しかいないんですよ。なぜかというと、最高裁、事務総局が数少ない裁判官を徹底的に管理、支配するためなんですね。わざと人数を増やさないと。から4番目、最高裁事務総局を解体すると。個々の裁判官の完全な自由と独立を保障する。はい。ということで、ちょっと待ってください。今、宅急便かな？ちょっと待ってください。はい。
ああすいません、今宅急便、ヤマトの宅急便が来ました。ということです。橋本徹でした。ファシストですよ。シカゴさん、戦後反省なき日本が安倍ファシズム政権をと、国会、戦後国会議員になった特攻官僚54名の実名リスト、こんなことが普通ありえないですよね。散々国民を捕らえて拷問して殺してきた特攻官僚54名が国会議員になっている。だ自民党の高坂の親父っていうのは、鳥取県の特攻課長なんですね。で、戦後免責免罪され、で、地元に帰って、もともとは田伏マフィアですからね。おじいさんが田伏村の棟梁かなんかで、村の支配者だったんですね。それで彼は田伏、山口県選出の国会議員になったと。親父の地盤を引き継いだんですね。シカゴさん、山崎康彦氏による生田弁護士元交際インタビュー、米国への平目裁判官の裏金、これぜひ、広めていただきたいですね。橋本徹ですね。ケネディは政府史を、これは読みましたね。暗殺されたと。ブッシュ、エレファントムさん、ブッシュ CIA と麻薬ビジネス、アシュラ、ブッシュが CIA 長官になるや否や、これ親父の方ですね。 CIA による麻薬取引が飛躍的に拡大と。あそこのブッシュ家っていうのはもうとんでもない家系なんですね。ブッシュの親父が CIA の長官で大統領になったと。で、息子が2期大統領になって、でっち上げ911、同時テロをでっち上げて、チェイニーとかラムズフェルドとかあの辺と一緒にですね。それで、アフガニスタンとイラクへの侵略戦争をして、でそれがシリアの内戦までずっと続いてるんですね。だからシリアからの大量の難民がもうどうしようもなくて、ドイツを中心にしてヨーロッパ諸国に助けを求めて移動しているという元々の原因を作ったのがこのブッシュなんですよ。で、このブッシュの親子ですけど、未だ何の戦争犯罪、の摘発で逮捕もされないと、裁判にかけられると悠々自適で、テキサスの農場かなんかで、身柄を厳重に、保護されて、のうのうと生き延びてるという矛盾ですよね。何でしたっけ。そうか。だから司法革命とは何かということですね。で、最高裁判所の事務総局、これがあの悪の巣窟なんですね。こいつらが3000名の裁判官の殺傷予見を握っちゃってて、全員を平目裁判官にしちゃってると。だから先ほどその戦争犯罪、戦争法案は違憲であると
というふうに2件の違憲訴訟を切り捨てた、門前払いした東京地裁の裁判官、あれなんかまさに最高裁事務総局に目を向けて、平目裁判官の典型ですよね。だから全ての裁判官候補者と検事候補者と警察官候補者に日本国憲法擁護資格試験を受験させ、中級と上級の資格を採用の必須条件にした。これは当然なんですよね。日本国憲法というのは国の最高法規である。だから外国との条約もこの日本国憲法の下に入るわけですよね。でそれ最高法規 のことをよく知らない、政治家とか官僚とかは排除すると、もともと最初から公務員にさせないということが絶対必要なんですね。それがないからとんでもない日本国憲法を読んだこともないと、基本理念を勉強したこともないという安倍みたいなどうしようもないやつが国会議員になり、そして首相にもなって全権力を乱用するということが平然と行われているというのは、これがないからですよ。日本国憲法擁護資格試験というのを導入すべきなんですよ。それで一般国民も初級以上を取らないと投票権を与えないと。それは当然でしょう。日本国憲法、最高法規の日本国憲法を知らないで投票するのと。で、他方よく、まあ私は言ってるのは、お金30万円以上、で、2ヶ月以上、時間とお金とエネルギーを使って、たかだか、車を公道で運転できる運転免許を持つためにものすごい努力するわけですよね。でもそれ以上もう比較にならないほど政治家を選ぶという重要な投票に関しては何の制限もないと、ただ年齢だけだと。そんなことはありえないですよね。ということで私は日本国憲法擁護資格試験というのを全国民に課すと。で、初級以上じゃないと年齢になっても自動的に投票権を与えないと。それから公務員になりたい人というのは中級以上の資格を取れない、資格試験に合格しないとならせないと。特に政治家、国会議員とか、政治家、地方議員とか、あるいは裁判官とか、検事とか、警察官等々っていうのは中級以上と。そして、上級公務員、等々は上級資格。当然、首相とか、最高裁判事とか、最高裁長官とか、あるいは国会の、国会の議長とか、あるいは各、委員会の委員長とか、とっていうのは上級なんですよ。上級の資格を必須条件にする。だから民間人の微罪があったかの凶悪犯罪のように報道され、重罰に課せられる現状を革命するための法則として、民間人による一般犯罪と政治家や官僚などの公務員による権力犯罪と不作為による権力犯罪、権力乱用と不作為による権力犯罪を峻別して、警察、検察、裁判所を別個に設けると。で、一般犯罪を専門に扱う警察、検察、裁判所を国会のもとに新たに設けると。だから権力犯罪を専門に扱う警察、検察、裁判所を国会のもとに新たに設けると。だから一般犯罪と権力犯罪を峻別して、どっちが凶悪なのと。国民の生命、財産、あるいは独立、あるいは尊厳、平和に関して、一般犯罪と権力犯罪を比べたらどっちが凶悪なのって言ったら権力犯罪に決まってるんですよね。ですから権力犯罪を専門に扱う警察がいると、検察がいると、裁判所があるということがないっていうのは不思議なんですよね。
から民間人による一般犯罪の最高刑は懲役20年、死刑と無期懲役を廃すると。で、一方、権力乱用と不作による権力犯罪の最高刑は死刑と無期懲役とするという、そうなんですよ。で、現在は一般犯罪の民間人が犯す犯罪が微罪でもですね、あたかも凶悪犯罪みたいに大手マスコミに洗練され、それに、誘導されて、裁判での判決も重罪化されると。で、99.9% がの刑事、被告っていうのは、日本の裁判では 99.9%、ほぼ 100% 有罪されるというのは何なんだということですね。で、権力犯罪の種類、憲法違反、無作為の罪、憲法破壊、戦争誘導、戦争犯罪、国民資産破壊、横領、国民生活破壊罪、国家独立破壊罪、国家の独立ですね、外国罪ですね、国民弾圧罪、国民洗脳罪、国民を洗脳するというのは罪だと、国家転覆罪、これは軍隊やテロ組織のクーデターですね、でも国民の自然権としての抵抗権、革命権の行使による政府打倒権力交代は除くんですね。自然権、革命権の行使によって安倍政権を打倒するということはこの国家転覆罪に入るんですね。それと権力犯罪である冤罪事件を二度と起こさないための方策として、検察官に一審判決で無罪となった事件を控訴することを禁止するという、これ重要なんですね。ですからこの前奥西さんという43年間も無実を訴えてた死刑囚が亡くなったんですけど、ナバリ毒ブドウ酒事件と、これ一審判決は 無罪だったんですよ。で、二審で、名古屋高裁が死刑にしたんですね。から東電 OL 殺害事件、ネパール人のゴビンダさんという方が冤罪事件、最新で、いわゆる DNA 鑑定が間違ったということで無罪になったんですけど、彼も一審では無罪だったんですよ。それで二審東京高裁で、無期懲役になっちゃった。ですから一審判決で無罪になったのは控訴できないとすべきなんですね。それから冤罪被害者の再審請求を審査する機関が今は裁判所、利害権関係のある裁判所ではなくて、公選で選ばれた審査委員で構成される第三者機関、再審請求審査委員会を国会に設けて、門戸を広く開けると。それから、この冤罪事件、国家犯罪の冤罪事件をでっち上げた、罪を捏造して、無実の人間を逮捕、拘留、送検したすべての警察官、無実の人間を起訴したすべての検察官、最高裁を含めてですね、検事総長を含め、そして無実の人間に死刑、無期懲役、実刑の有罪判決を出した地裁、高裁、最高裁のすべての裁判官を、国会に設置した公選で選べた審査員で構成される第三者機関権力犯罪追及委員会で、その権力犯罪の事実を検証し、その責任を徹底的に追及して関係者を逮捕起訴し裁判にかける、これがないんですよね。どんなに、いわゆる冤罪事件を捏造した警察官、検察官、裁判官、誰一人として罪に問われないと、公務員は免責免罪され罪を問われないというのが日本の特徴なんですね。シカゴさん、違憲判決、冷や飯、元裁判長の苦悩、出世はないと思うと、あやらですね。これ明日の放送の中で取り上げようと思ってたんですけど、まさにそうです。これ、長沼基地の違憲判決を出した裁判長がその後20年間裁判官やってても、昇級したのは一度だけです。それで、差別され、結局辞めたんですよ。エレファントさん、本当に怖いんですね。ナバリ毒武道主事件のウィキですね、シカゴさんですね。ということで、ようやく、もう94分ですか。1時間半ですね。ということで、今日のワイワイニュース、週刊、
週刊レポートですかの放送はこれで終わりです。95本13.14秒、閲覧53名様、計168名様で、コメント73件と、たくさんのコメントと、からコンティニューコインとお茶ですね、いただきました。ありがとうございました。ということで、今日の日曜日の放送はこれで終わりで、明日ですね、ワイワイニュースライブ午後6時に始めたいと思うんですけど、まあ、ちょっと遅れるかもしれませんので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。